はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。ルームメイトの皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そういうことで今回なんですけども、はい、ルームさんの解散を防いだ方法という方、はい、まあ我々あの8年間やっておりますけども、はい、まあまあしんどい時期もありましたし、まあそういう時に乗り越えてますけども、まあね、はい、なるべくまあ続けたいなと思っとったんですよ。はあのランさんが婚約を破棄してからは本当それその前から続けたいなとは思っとったんですけども、まあ、まあ結婚言われたらしゃあないわなってなるから。いや、まああの時のなんかあのコウさんのあの表情がもうちょっと笑けるぐらいになんかえっていうか、いや俺3年はやりたかったんだからね。あれ2年ぐらいの時やんか。そうですそうです、2年経ったぐらいの時に結婚しますって言ったから、えもう終わりみたいなえみたいな、その結婚の毛の字もなかった人が結婚ってって結婚みたいないやあの口では全然冷静にあそうなみたいな感じで、もう顔がえっていう顔してる、えっていう顔、うん、じゃあほんで結婚しますじゃなかったやん、結婚するんですみたいななんでそんなんなほんでみたいな暗いなんでその暗い方のやつで結婚しますなんて幸せじゃないのか、理解ができへんかっていや、まあ、まあそれも無事なくなりましてですね無事なくなりましてね、まあ、なくなった限りはこれやっていきたいよねということで、まあ続けようかなと思って、なるべく長いことは続けたいなと思ってました、うん、だってこれなくなったら俺やることなくなるんで何もすることなくなるんで、ね、あるでしょ確かに。いやないですよないんかい。いやでも一回こうやった楽しいことってさ、思、ね、んなかったらさやめるでしょ、ただやっぱり今日楽しかった2年、そのルームさんが始まった、2014年から、まあ、2年ぐらいですか、2015年、あノリ君らが入って2年ぐらいかな、はい、どれぐらいだったかな、はい、で、まあ、いろんなことやりましたから、うん、それなりにこう楽しくはやってたんで、うん、ああこれはでもやっときたいよねって思ってたんで、うん、まあランさんがちょうど婚約が破棄になりましたっていうタイミングで、はい、ああまたこれ続けれるわってなって、はい、でそこから続けていくに、まあでも続けるって、まあ、意外と大変っちゃ大変なんですけども、いろんなことを考えなあかんよねっていう、うん、のでいろいろ気をつけてたこと、うん、まあ、そういうのちょっと話していこうかなと思って、うん、これでもあのバンドだけじゃないと思うよ、その、うん、何やろな、多分男女関係に似てるかもよ。あ、そうなんすか、続けるって。へえ、付き合いましたとかでもそうやんか、もうなんかこう俺がこう書き出したことを、はい、ここ見てると思うんですよ、あこれ男女関係もこんな感じよねっていう。じゃあ、いや結構役立つかもしれない。じゃあいろんな人に役立つかもしれない、バンドやってる人以外にもってことですよね、うん、で、まあ我々も一応男女ですから、ものの考え方ってやっぱり違うわけで、まあそうですよねどっちかってこっちが男でこっちが女まあほんまにそうや、考え方はね、せやけどロジックはね、すいません。まあでもランさんもあのそれなりに女らしいとこは、まあ、最近はちょっと出てきてますから、一ちいたちいた出てきてね、最近ね、はい、それちょっと紹介していこうと思います、はい、まあ僕最初に考えてたのがやっぱりね、はい、これはもう絶対的やって、人より面白いことする。あで今までこうライブバーライブハウスでこう、うんうん、音楽仲間同士でこう遊んでましたってやってたんやけど、うんうん、でもそいつらより面白いことしたいわと思って、なんかこれ意地あんねん俺男としてのおもろいこと、うん、そいつらがやってることよりはおもろいことをやろうと思って、でこういろんな営業ライブとかあんまないやん、普段そのインディーズが経験できへんようなことをやりたいって、いろんな温泉地行ったり商業施設行ったりとか、いろんなとこにこう電話したりメールしたりで営業して、ここでやらせてくださいみたいな、どうですかみたいな営業して自分たちを自分で売り込む、それをずっとやってきて、で最初の頃はそれでうまいこと、人より面白いことできてたなと思うんですよね、うん、でもそこはねもうこれ今でも変わらない、人よりはもう絶対おもろいことすると、うんうん、周りこう見渡して自分の見える範囲の人間よりはちょっとおもろいことできてんでぐらいの位置にはいときたいんですよ、はいはい、これはね僕の位置ですね、なんかプライドあるねそこだけ変に何なんですかねそれなんかそのプライドあんねん俺、嫌やね人と一緒の同じレベルにいてんのは。まあでもそれ私も同じですよ、人とちゃうことしたいっていう人なんで、うん、基本ね、うん、なんか同じもんやるとか同じもん持ってるとかね、絶対嫌じゃないですか。だからもうそのライブハウスとかもちょこちょこ出てたんですけども、そのなんか音楽仲間同士のやつとか出てたんですけど、うん、もうすぐやめたもんな1年
ぐらい1年もやってへんやろ、あれもう何ヶ月で終わったやろ、半年ぐらいで終わったやろ、そうやってんの。もうそこからもう全然別の違う方向の、そう外向けにライブするようになって、そうですよね。っていうのもやっぱり知らんとこ行って知らんお客さんおもろいんですよね、うん、おもろい、ね、まあ捨てる時も多いですけどおもろいんですよ。まあ、なんか普通のライブハウスでは絶対体験できないことじゃないですか、うん、自分たちのことを知らない人に対してライブをやるっていうのが、うん、いろんな反応返ってくるんで、あとランさんの勉強にもなるかなと思って、ね、そういう対外的なライブやと知らん土地行って知らん人相手に自分をどうやってこう見せていくんかっていうのをランさんの勉強にもなるなと思って、でそれなんでランさんの勉強になるなと思ったかっていうと、なんでランさんを勉強させたかったというと、そのまあこれもいろいろつながるんですけど、はい、いじめられてたからっていうのもあってね、音楽仲間に。それもあって、うん、じゃあランさんをもっとレベル高い人間に、そのいじめてた人間より上にこう出るようにしようと思って、ね、でいろんなとこ行っていろんな経験してもらってっていう、まあ人より面白いことっていうのはもう、まあ、これは今も常々考えてることですね。まあでもずっとなんやこちゃ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 よう調べてますもんね。うん、もう調べるもんやで俺もずっとなんかこちゃ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 なんかやってて、うん、ランさんこの間調べたんやけどここになってなみたいな、うん、他にもそれやってたみたいな感じそう私そう、そこは貪欲かな、ねうん、貪欲にいろいろ見てます ねアンテナずっと張ってて、あれやりたいこれやりたいって、ね、だって僕起きてる間ずっとハイですから起きてる間ハイそうそうそう、そのテンションでこう調べ物とかするから脳が過活動ですもんね俺だから調べ物して何かを探してる時ってすごいテンション上がってんやんか。そう想像してんねん、もうあこうやったこう絶対これおもろいってと絶対おもろいこれとか思ってる、やりてーわーってなりながらやってるから、で若干ランさんに LINE 送るときがテンション高い、ね、確かにLINE の熱がなんか、うん、今日は高いなテンションあるんで、そうそうそう、あそのタイミングで送ってるよ、ね、そう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 調べてるときにワクワクすんねん、うわこんなとこでこんなんできるやんみたいな、めっちゃワクワクすんねやんかめっちゃ安上がりですね。そう安上がりやろ俺、調べるだけでワクワクするってでもそれ実行するの結構大変やけどまあまあそうですね、まあまあでも楽しめるよね、なんか文化祭みたいな感じでいやええー、と思います。そうそうそう、そんな感じでワクワクしながら、だから常にワクワクすること大事やなと思ってますけどね、はい、うん、はい、次、まあ、長く続けるために必要なこと、はい、これはね、はい、ランさんを洗脳せなあかんの最初はあまりにも考え方が違いすぎたんよ。そこ来たか。ああ全然違うかったですもんね。全然考え方違うかったから、今でこそこう一致することがかなり多くなってきたけど、以前は全然違うかったしな。ランさんもどっちもバカやったもんな。もうなんかパッパラパーでしたもんね。パッパラパーやったんで。あんまりそのだってビジネスマン風な考えはせえへんかったやんか。全くしなかったですね、うん、その場の勢いでなんか物事をやる人やった、うん、なんか気分とノリで生きてるみたいな感じやったんですよ。いや意外とこう見てもランさんはその周り影響されやすいから、はい、その周りのそのインディーズの人たちの中にいるともうそれがそういうもんなんやっていうなっちゃうことがあったから、これちょっと考え変えなあかんわと思って、考えを変えないと多分俺のやり方では無理やなと思ったから、まあ途中で何やこの人って、うん、なるからって言ってとりあえずそこよねって思ってでもとりあえず現場だけ出しとったら文句言わんからまあまあ、うん、できてるやんかこうまあまあ大きな事故はしない状態でね、百聞は一見にしかずやから、もう口でこれがこうやったこうやで、もう出たら一発で分かるからはいこういうことやってそうでしたって感じねそれでずっとこう考えを、まあねね、変えてきたっていうのはあるけどね。でもたまたまそのなんて言うんですか、スパルタ教育の方が合ってる性格で良かったですね私がね、うんうん、これ嫌がる人結構いてるんですよ女の人でそんな準備もなしで急にやらされても困る言うてね、うんうんうん、でも私やるんですよ、うん、一遍やってみてずっと育ってきたんで、あだから僕の友達 の, その歌歌う子全部ダメでしたからもうやりたくないってそりゃそうですよね、だって厳しい現実を突きつけられるんで毎回、まあね、受けへんとか客が全然聞いてないとか、そんなしょっちゅうやったからな、ね、そうですね、うんうん、そういうのはもちろんあるよ
でもね、そんなもんね、ど素人がね、前に出てそんなもんお客さんが鼻から聞いてもらえるとまず思うんだと思うんだよね。いやいや、まあ、私もそれを思ってますね。そもそも それを求めるのがおかしい。ええ、もうあなたのお耳ちょっと拝借いたしますぐらいな感じで、で、それぐらいの感覚でもらわんとあかんねんけど、そのよっぽどもすごい人やったら別やけどな、そうじゃないんやからっていうのがあって、だからいろんな人と当時でもルームさんの初期の頃って俺もいろんな人と絡んで時々やってたやんか、でも全部無理やったな。ことごとくだけでやっぱり残ったなあさんだけやねって思って、残ったの私だけだそうです。まあでもそれでもやっぱりこう同じような考え方になるまでめっちゃ時間かかりましたね。時間はかかりましたね。何年ぐらいかかったと思いますか、コウさん、ご自身の感覚としては。あ、俺でも正直完全に、はい、完全っていうかほぼ完全に近いぐらい一致したのは今年やと思うけど、うん、あ、それ私も一緒。やっほ、7、8年かかりました。もうびっくりした、一致してびっくりしたと思って、いや私今年や言うたら怒られるなとか思ってたんですけど、いやでも思ってますよ。完全に一致したの今年やなと思って、まあまあ去年から今年にかけて徐々にって感じかな、こう徐々にこうブーストしていった感じですね。7、8年かけてやっと、でランさんの考えとかなり一致することができる、うん、これはね、でももうこのなんでこの今年っていうかというと、もう YouTube が大きすぎたんですよ、力が。そうですね、まあそれまでいろいろ一致もしてましたよ、いろいろね、一致もしてたけど、最初その YouTube やるときに、まあ、ちょっとうんみたいな感じだったんやから。なんかもうハテナハテナがいっぱいある。そうでとりあえず言われるから やろうみたいな、これもそうですわ、もうとりあえずもう場があるからやれっていう。そう、じゃあやりますわ、それでやる私も私やな思ったんですけど、いやこなしますわ言うてね。で最初俺一人で1000人超えて、収益化、はい、収益化までしたからって言われたら、もうやらないじゃないか。ちゃんと収益化もしたからって、はい、収益化するまでもう一人で必死で頑張ったやから。土台作り必死でこれ一人で固定してね、頑張ってそのちゃんと舞台を俺は作って用意したんやからさ、もうはよ乗ってお前ちゃんとやれよみたいな。やり方はずっと一貫してますね、お坊さんね。ランさん口で言うても想像できる、組み立てれない人やから。組み立て苦手です。実際見た方が早いから、あんなもう見てくださいって感じやから、はい、やった方が早いってなるんですよ。そうこちゃこちゃ考えて、 YouTube も実はそうね、最初 ね、うん、で1000人いったら収益化したから、よっしゃもうこれで頑張ろうぜっていうことで、ランさんもな、いやちゃんと出よう言うて、そこからコツ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 やってきたんですけどね。いや最初ね、何も訳も分からず、とりあえず喋っとったらええかなみたいな感じでやっとったんで、うん、まあまあカット多かったじゃないですか、うん、私、うん、もう喋り方がちょっとなんかもう下品やとか汚いとかっていう表現があったりとかするんで、うん、これがね、えらいもんやっていくうちにね、学ぶようになるんですよね。そうこの人見て、そう、あとそうこのタイミングね、そうこっちとこっちがね、そう、まあ、誰か書いてたよ、なんか間が開かないのですごい。なんやったら株席見る時もありますしね、うん、ちょっと被るぐらいがええな、若干ね、ちょっと被るぐらいね、若干ちょっとこれ編集できへんぞぐらいの被り方するんだ。そうで切る時大変やね、これ。どうしようぶつ切りになるみたいな、切りにくい感じになる。いやー、えらいもんでね、だから今なんかこうね、 YouTube やろうと思ってんねんっていう人たまにいてるんですけど、うん、ポイントなんなんって言われたら、言われるんですよ、よく。まあ、とりあえず、間開けずに話してみてって言ったら、無理って言われました、みんなに。一人でもそれ、まあ俺一人でやってたからな、この前な。ねえ。しんどいよ、一人でやってた。ねえ。まあ10分ぐらいだったらいけるけど、うん、うちの動画ちょっと長いやんか。だいたい20分ぐらいだから。まあ、20分ぐらいですもんね。20分、30分一人で喋るってなると結構なもんやから。結構な労力ですよ。で、ある程度の早口もいるしな、うん、YouTube で。で、早口も言ったら、早っ口みたいな、うん、でもテンポが悪い動画って見ないじゃない、見ない見ない見ない、うん、ねえ、意外とそれ分かってない人多いんだなって、早口で喋ってるっていうポイントがね、まあ、あとはちょっとおもろいこと言うっていう、ね、これ難しいですけどね、僕でもこの技あるんですよ、おもろいことちょっと言いたいなっていう時に例えるをするんですよ、これが一番簡単なんですよ。別の不謹慎なものに例えるとか。それをするんですよ。不謹慎なものに例えちょっとこれ嫌なものに例えたりとかするのをちょっと面白くやるとええんですよ。まあまあまあ受けると、うん、僕実はちょっと今技を公開しましたけど、じゃあそういうのやってますよ。
例え方うまいと、あのうまく喋れてるように見えちゃうんですよね、うん、あうまいこと言うなってなるんですよね、うんうん、だから例え方をこう違う言い方する、これでもめっちゃ大事で、タイトルもそうやん、うん、サムネはね、なんかやっぱりこう日に日に秀逸なものになってますよ。タイトルサムネとかそうで、これうまいなぁ、うまいことやるんですよね。例え方とか別の言い方とかね、そう考えてやったりとか、あクリックしてまうやんみたいなね、まあ、そんな感じでね、ダンさんをこう、まあ、YouTube まで洗脳して、やっとあ、ね、なんかこうコンビとして考え一致したのをね、はいはい、一致したねっていうのは今年です。まあやり方としてはとりあえず説明するよりお前やれっていうやり方ですよね。まあまあ、まあ、そんな感じでね YouTube もやってますけどもね、はい、はい、次行きましょう、はい、常にワクワクを作る、これちょっとさっきの面白いことするのと被ると思うんですけども、僕は常にワクワクしてたい人なんで、ワクワクしない人生なんて嫌じゃない、おじさんが言う言葉ですか。ワクワクさせてよ。まあでもそれ大事ですよね。これね、大事ですよ。あのね、女性を操る時もこれです。ワクワクを作っておく。1ヶ月2ヶ月後に楽しみを常にこう置いておく。はいはい、ね、あ次これあるよ。うん、でそれ終わったら次これあるよ。うん、作っとく。でそれをこうわーって追いかけるっていう目の前ずっと人参ぶら下げとくみたいな感じですよね。それを常にやってきましたね、この8年間。まあでもそうですよね、うん、常になんかこう 2,3 ヶ月、まあ、もしくはなんかその、まあ、4,5 ヶ月とか半年先ぐらいにすっごい面白いものを用意しておいて、うん、先向けて頑張るぜみたいな感じにしておくと結構楽しいが続きますよね、うんうん、その楽しみを作っておくっていうのは、まあこのバンド活動も俺絶対そうやと思うね、うんうんうん、でバンドもその世の中バンド解散って多いやん、うんうんうん、でそれなんでかっていうとやっぱりマンネリ化するとか飽きてくるとか、そこですよね、同じことやってるとか、もうそれが大体の原因なんですよ、うんうんうん、であとはまあそのなんでしょうね、リーダーの役割っていうのも結構大事だと思ってて、やっぱりその、はい、個々のそのどういう考えしてんやろなとかいうのをある程度察してやらないと、でうちみたいに年齢が違うかったらなかなかこう言いにくいところありやん、まあ、まあありますね、年下って年上に言いにくいやんか、言いにくいっす、でそれそういう時もあるから、そこはもう全部察してあげるっていう、でそういう細かいこともずっとやってきてるんだけども、まあその一環でこう楽しみをみんながこうこれおもろそうやんっていうやつをちょっと先にこうポンポンポンって置いていくと、常にこれを置き続けるっていう、それをずーっとやってきたんですよ。起き続けるのも大変ですけどね。結構ね。俺ね、自分がなんかこうワクワクしない人生すごい嫌ない。なんか楽しんでたい。な、うん、次なんか1ヶ月後あれやるやんかみたいな、わーいみたいな、わーいってなりたいのよ。でもそこら辺の考え方は女子ですよ、女子なんですよ。そうそう、女子なんですよ、その女子やな思って、だからな、毎日同じでめっちゃ嫌やねん俺、だからだからサラリーマンできへんかってんの。ああでしょうね、うん、もうほんま嫌やもん、会社行って帰るだけとかね、うん、ね、だからこのルームさんっていうバンドがそのいろんな言うたら旅行行きながらライブすることあったやんか、うんうん、結構多かったやんか、はい、であれもその一つで、やっぱり知らない土地行って知らない場所でやってみたりとかすると、やっぱり人間って刺激があるから面白いんですよね、うん、でもあ今日はこんなとこなんだとかさ、うんうん、でそういうのをこう想像しながら調べ物して調べて調べて調べてみたいな、もうあの調べてる時のテンションすごいよ、もうめっちゃ集中力高いからでもね、うまいこと見つけてくるんですよ、うん、ええー、とこ、うん、安くてええとこ、うん、なよここみたいなね、いやだから常日頃ずっと見てんやろなそうそうそうずっともう USB 繋いどきたいからね、ここほんまそれぐらいしたいぐらいなんですけど、常に調べて、俺だからその調べるときがワクワクしてんね、まあ、だから常に楽しい、ね、ちょっと先に面白いことを持ってくることができるって感じですよね、うん、そう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 、マメやな。だから YouTube でもそうじゃないですか、毎回こうこもって撮影じゃなくて、まあ今暑いからしゃあないけど、うんうん、ちょっと季節が良くなったらちょっとランさんどっか行こうぜとか絶対言うやろ俺、ねね、
もう俺がそのずっと同じが家室内こもってひたすらね、うん、もうちょっと外出てなんかやろうぜとかで、室内撮りはもういっぱい貯めといて、うん、ちょっとどっか行ってカメラ回して伸、はいはい、び伸びしてね、伸び伸びやろうぜとか、なんかそういう変化をつけるっていうなかなかこれこもって撮影っていうのもまあ別にね、うん、すごいしんどいわけじゃないですけど、うん、まあ気づかれがね、うん、しますよね。わあ終わったやっぱこう飽きてくるって人間って飽きるもんなんで、うん、そうそうそうです。味を変えるっていうのは大事なんですよね。刺激を今回ちょっと味変えてみるとか、ね、大事なんですよそれ、はい、それずっと今までやってきましたね僕は。女子やわ。女子でしょ。女子やわ。でも楽しみやった方がええよね、まあ、私はただ上に乗っかって「うん楽しいな」って言ってるだけの人なんで、そこは全然付き合いますよ、うん、私乗っからせていただきます。まあランさんがねあと楽しそうにしてる姿見るの僕好きですからね。もうほんまに、ね、言うてガキか言うぐらい、うん、そう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 言うてね、そうそうそういろいろやっとるんで、そうまあ、 機嫌よくやってくれればと思いながらやってます、はい、次最後いきましょう、はい、嫌なことはしない。あこれね一見矛盾してるように見えるんですけど、うん、ランスさんがほんまにこれここは許されへんっていうやつはしない。うんうん。でもそこのギリギリを狙うこと出た。ギリギリを狙う。ギリギリ好きですねコウさんね、うん、ギリギリだからほんまには嫌がれへんやつ、はいはい、ほんまに私これ嫌ですってやっても、うん、そこでなくなっちゃうから、はいはいはい、で雰囲気も悪なるやんか、うん、だからここまではいけるやろなっていうやつをこんな見ながらちょび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 よーそうめっちゃ伺いながらっていうそれもやってきましたね。まあ私分かりやすい性格してるんで嫌なもん持ってきた瞬間あっちゃうなみたいな。あでも最初は分かりにくかった。あそうなんですか。うん2年3年ぐらいの時はあらうん結構どこまでこの人許容すんねやろなっていうの分かるまでやっぱ時間かかるわ人と人って、うん、だからそれ結婚とかでもそうちゃうと思うで。あまあまあ確かに、うん、で結婚って 100% 分かるとダメっていうもんな。ダメですね。ちょっと分からないところがあるから面白いっていうのもあるし、はいはいうん、難しいですけどね一緒に生活してて分からんところを作るっていうのね。そうそうそう。だからランさんのほんまに嫌なことしちゃうとそこでその仲違いしたりとかに発展しちゃうから、うんそうですね、うん、で俺も嫌になったらもうペッてやめる人やから、うん、だからそうならんようにギリギリでやるっていうこうここまではいけるやろってせめぎ合いでいろいろそう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 でそれをずっとやってきた結果なんか結構今えらいことになってますけどでもそれずっとやるじゃないですか。許容範囲徐々に広がるんすよ。パンツのゴムが伸びてくる感じそうそうほんまにそれほんまにそれ私もうちょっと神経質やったら気にすんねんけどだって思う時時々ありますもんね。そうあいけんのこれみたいなね最近なんでもありなって思ってるなんでもありなってきてる。えらいことなってるんですよ。えらいことなってるんですよほんま。もう人間ってそんなもんで徐々にしたら分からへんねんな。徐々にしたら分からへん。これがまだどこに繋がるかって言ったら洗脳に繋がるんですよね。そうほんまそれ。さっきの洗脳に繋がる、ええええ、徐々にやってる。結構だからこうなんか言いましたけどこう全部が繋がっとんなっていう気はしますね。まあでも確かにそうですよね。うん嫌なことそうやな。でも最初残れた坂ってその、うん、今みたいに2人でこうコンサート行って泊まってとか嫌やって言ってたで絶対。あ言ってますね。ああ 100% 言ってますね。ああ 100%、うん、今みたいにはなってないよねっていう感じ。だから俺はでも本当はそんなにしたかって、でも誰もやってくれへんから身近で一番ランさんおるからランさんと俺行けたらええのになとか思いながらやってくれへんから別に俺何もぜえへんしとか思いながらまあ今となってはね楽しみたいんですよね僕は人生をね、うんうん、まあそれに乗っかってランさんが来てもらってランさんも楽しんでくれたらええんかなと思いながら、だから嫌なことはこれでもやってないんですよ、やってないですね、ほんまに嫌がるやつはやらないでギリギリってどんどんパンツのゴムがぶわー伸びてきてあれダボダボやみたいなダボダボやってるのになんか全然気づかないですよ。なんかそれだいぶ時間経ってから気づくみたいなあれみたいなそうなんですよね。怖っ。だからだんだんランさんが寛容になってきてるっていう。寛容なって。でもありがたいことですよ。うん、そのおかげでやっぱりその なんていうんですかね、ちっちゃなことでイライラしなくなったんで。ああ、はい、はい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 。ちっちゃなことでイライラしなくなります。ただまあせっかちな性格な分自分のスピードをこう、うん、なんか阻められてしまった時、うにゃってなりますけど、なんていうんですかね、すごいこう嫌味言われても
とか思ったりとかしなくなりました。ああかわいそうな人やなっていうアホやなってそれはもうパンツのゴムが伸びきってる状態で、ね、そうそうそう、あ、じゃんじゃん入るよこの隙間にいっぱいみたいなまあ年齢もあるやろし、まあ、まあ今までやってきたこともあるやろし、でこの YouTube のおかげもあるやろし、ね、YouTube のおかげは大きいですよ。やっぱりその皆さんの意見があるから。そうですよ、あ、こういう風に考えるんだなっていうのがめっちゃわかるやんか、だからもうね人生勉強させていただいてます。コメント読みながら、うわ、普段その自分のさ、うん、こういう発信することをやってなかったら自分の目に見える範囲でしか動かへんやんか、これってもう本当にこうすごい人数の方が今見てるわけやから、うんうん、でそこでコメントをいただいて、人によってはこういう考えにもなったり、こういうところが不快に思うこともあるし、こういうことが喜んでくれねえなっていうのもめちゃくちゃ分かるようになるからね、これすごい人生勉強になりますよ YouTube で。本当人としてのね器をなんかおちょこぐらいからちょっと今あのちっちゃいコップぐらいにはなったかなみたいな感じに思ってるんで、まあね、そんな感じでこう、はい、解散をしないようにというか、はい、飽きないようにね、うん、メンバーはメンバーでこうメンバーが満足するように、僕らはこんだけコミュニケーション取れてるけど、うんうん、のりくんとか、まあのりくんも長いからな、言うて言うて長いですよ彼こうさんのりくんはおもんなくなったら辞める人やと思うね、そうです、その成長率やと思うねやんか、はいはい、成長してないなと思ったら辞めますっていうタイプやと思うね、だから成長し続けとかなかった、ね、彼はね冷静に分析をされておりますよ。すごい冷静やからなのりくんで、そのそなんやろ、どっちかというと損得感情で動いてる人やから、そうそれすごいわかります人情っていうことはんみたいなね、そう人情とかはどうでもやりたいから、だからそれもあるから、だからそういうのもメンバーの性質を見極めながらやっていかなかっていう、大変ですよリーダーは。大変っちゃ大変やけど、ね、リーダー大変よ本当。リーダー大変、まあ俺はできるからこそそこの位置におんねやと思うわ、はい、はい、まあそんな感じでね、はい、今後とも仲良くやっていこうと思いますけど、はい、ということでちょっと長くなりましたけども、はい、これぐらいにして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは毎日見てよ。ありがとうございます。引っかかっちゃった。